機関様。人がいなくなったら大砲を襲っちゃってもいいですわよ。指揮官様、大砲と二人っきりで人のいないところへ行ってみませんか。指揮官様、今他の子に目移りしていましたよね。そうですよね。指揮官様、大砲が酔って倒れたらお家まで運んでくださいね。そうですわ。指揮官様には大砲だけいればいい。です。指揮官様、大砲と二人っきりで人のいないところへ行ってみませんか。指揮官様、大砲は待ちわびていましたわ。指揮官様、今他の子に目移りしていましたよね。そうですよね。指揮官様、大砲は待ちわびていましたわ。指揮官様、今他の子に目移りしていましたよね。そうですよね。指揮官様、大砲が酔って倒れたらお家まで運んでくださいね。指揮官様、人がいなくなったら大砲を襲っちゃってもいいですわよ。指揮官様、大砲と二人っきりで人のいないところへ行ってみませんか。そうですわ。指揮官様には大砲だけいればいいんです。指揮官様、大砲と二人っきりで人のいないところへ行ってみませんか。新しい任務、一緒に行きましょう。任務完了。ご褒美もらいに行ってみます。指揮官様、新しいメールです。毒味は大砲がしっかりしたでしておきましたわ。指揮官様、飲み玉の駆除がまだ十分でないのでしたらこの大砲にお任せくださいの。
委託完了。指揮官様が命令してくださるなら大砲は全部やってもいいのに。やはり指揮官様は大砲のことを大切に思ってますのね。装甲を強化された最新型空母ですわ。この飛行甲板、そしてこの閉鎖式の格納庫、すごくいいと思いません？ん？搭載数と消防システム？そんなのどうでもいいの。それより大砲のこの体はどう？指揮官様、今他の子に目移りしていましたよね。そうですよね。指揮官様、大砲が酔って倒れたらお家まで運んでくださいね。指揮官様、人がいなくなったら大砲を襲っちゃってもいいですわよ。指揮官様、大砲と二人っきりで人のいないところへ行ってみませんか？そうですわ。指揮官様には大砲だけいればいいんです。指揮官様、人がいなくなったら大砲を襲っちゃってもいいですわよ。指揮官様、人がいなくなったら大砲を襲っちゃってもいいですわよ。指揮官様、人がいなくなったら大砲を襲っちゃってもいいですわよ。そうですわ。指揮官様には大砲だけいればいんです。